占い好き必見マニアック占い話前編。はい、さあ先生、大好評の世間的にも好評だし、私はこれがやりたいためにこの番組をやっているという、はい、マニアックに、はい、ね、素人に気を使わなくて勝手に喋っていいコーナーというやつですので、僕はもうなんとか食らいつこうと必死に聞きますので、はい、でもその姿勢がなんかとてもコメント欄でいいというね。 ありがとうございます。長谷川さんには見られない形だとになってますので、僕も一回笑ったんが、長谷川さんは諦めてたのにって書いてありました、はいはいはい、諦めてたんやと思ったんですけど、僕は諦めずにちょっと、はい、彼には休憩タイムだったみたいですさあそれでは今日は一生懸命聞きますので、はい、そうですね、はい、で今日のテーマなんですが、こちらの番組でも何度かこうご紹介させていただいている、はい、まあ、創世帳という暦をまあ出しておりまして、はい、でまあ暦ですから当然毎日毎日今日はどんな日だみたいなの書いてあるわけなんですけれども、うん、はい、この中にですね、まあ開運法もただそのいい日悪い日だけじゃなくって、はい、今日はこういうことやるといいよみたいな開運法がまあ紹介してあるわけですよね、うん、ありがとうございます。でその中で、商用法と、まあ、漢字で書くとちょっと商用法難しいですけれども、はい、要はお散歩開運法というもう非常に安直にできる開運法をまあ載せてるわけなわけですよ。いいですね、はい、はい、でまあ、占いお好きな方であれば、はい、開運というと法医学っていうやつがあって、うん、お引越しこっち行くといいとか悪いとか ね、 言いますね、あるじゃないですか。あります、あります。でまあハマりすぎるとこう非常に不便なことになってくるんでそうですね、まあ、はい、常識と兼ね合わせが必要なんですけれども、うん、でまあここからちょっとマニアック話なんですけどもね、はい、そもそも引っ越しとかその大きく旅行とかしてどうして運が変わるのっていうその一番根本的なメカニズムの問題なんですけれども、はい、とりあえず人間はね、その自分のそのテリトリーというのを持っていると、はい、要するに生活圏内ですよね、うんうんうん、だからもう、例えば専業主婦とかお家にいつもいらっしゃるお仕事の方は、はい、近所 の、 その買い物行く範囲ぐらいしかその行動範囲がないわけですよ。まあ、まあそうですね。で、はい、逆に営業マンでも日本全国股にかけて飛び歩いてるみたいな方は、うん、日本全国がテリトリーみたいなものなわけですよね。でも、まあ大小の差はあってもテリトリーがあります、はい、でその中で暮らしている限りは昨日の続きの今日みたいな感性力とか惰性でずっとまあ運流れていくわけですよ、はい、でそれがある意味運でもあるわけなんですね、うん、でもそのテリトリーの外に出れば、はい、その中にいたのでは絶対に味わわなかった他の木が外にはあるよって考えるわけです。はい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 、はい、でそいつを外まで出て取って帰ってくると、はい、じっとしてたんでは自分の生活に入ってくるはずのなかった違う木が入り込むから、うん、運勢に変化が起こるんだみたいな感じと、はい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 、これがまあ基本だったわけなんです、はい、でよくだからそのためにはテリトリーの外っていうのがね、うん、本当はその人の生活スタイルによって大きさ全然違うわけですよ、はい、でも大体その辺でこう市販の本なんかでは、はい、なんか勝手にキロ数出てて50キロ以上行けとか100キロ行けとかね、はい、であれは多分その平均値としてさすがにこれだけ動きゃテリトリーの外だろうみたいな感じでやれ50だ100だ書いてあるんだけど、はい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 、あんなものね、ほぼ嘘です。個人差がすごくありますんで一概には言えないってことですね。そうなんです、はい、でしかもですね、その旅行だからお散歩で軽くってわけにいかないわけですよ、はい、でとにかく考え方として生活の中にないよその異質な木を持ち込もうみたいな考え方なわけですよね、はい、ところがこの暦で紹介しているお散歩ってわざわざ歌ってるというのは、はい、もう距離的にすっごい短いんですよ、はい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 、もう多分ね500メートルも行けばいいよぐらいの感じなので、はい、だ行ってそしてもうただ行ったらお散歩とは言ってるけど寄り道しちゃダメで、はい、500行ったらキビスを返してすぐ帰るという形なんですよ、はい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 、だから今言った一般的なやつは、はい、よそ様のお宅に行って何か飯食わしてもらって帰ってくるみたいなね、はいはい、そういう形の外の木をいただくなんだけれども、はい、このお散歩開運というのは、はい、ほぼピンポンダッシュですなるほど。押したらそこで逃げてくる、そこ帰ってくるっていう、もっとね向こうが追っかけてくるんですおお、なるほど。というふうに、はい、自分の今よそに八方位にいろんな良い木悪い木がいるんだけど、はい、そいつちょっとヒットしてヒットアンダーウェイで逃げてくると運が追っかけてきてくれるよっていう開運法なんですよ。あらあらあら、はい、だからまっすぐ行って帰らないとダメだよと、はいはい、寄り道してるとダメですね、ダメですよというところなんですね。めちゃくちゃ気になりますねこれ。ただその500はとっても簡単そうだけど、はい、まあ、実際にいろいろ難しい問題も出てきますので、はい、ちょっとこの辺については、はい、また明日と、あ、こっからが、こっから
からが大事ですよね。ここからがいいとこなんだけど、ね、おっとここから先は言いませんや。なんと皆さんこの続き明日見れますのでね、はい、明日になれば、解禁でございます。一日待っていただければ見れますので、明日じゃあこの続きをよろしくお願いします、はい、皆さんも明日またご視聴くださいませ、また明日、はい、また明日、こうご期待。ありがとうございました。